はいどうもこんにちは、カジマックです。入院中って結構暇なんで、実はあれこれポチったものがありました。で今回ご紹介するっていうか、紹介するほどのものでもないんですけど、せっかく買ったものがあるんでお見せしたいと思ってます。ただこれある意味ポチらされたっていうか、あいや何のことか分かりませんよね。今回購入したものは中古品なんですけど、ペイペイフリマで買いました。でなぜかここ1ヶ月ほど僕の元には、はい、こういう 30% オフのクーポン、これが次々送られてきてるんですね。はい、上限3000円までですけど、 30% 引きってでかいっすよね。なんで今回購入したものも、もともとは1万3000円だったんですよ。それが3000引きなんで1万円で買えました。はい、タイトル見てお分かりですよね。今回購入したのはこれ、はい、今更ですけど iPhone 7を買いました。実はこういう動画を撮ってると結構 iOS 使いたい時もあるんですよ。で僕は根っからのアンドロイダーなんで、動画編集のために iPad こそ使ってるものの、 iPhone は常備してません。なんで今回ちょっとサブサブぐらいの、言い方悪いんですけどおもちゃ代わりの端末として iPhone 7を買ってみました。ってことでこれ1万円、いや安いでしょ。とはいえ結構古いスマホなんで、まあ、全然重要ないと思うんですけど、とりあえず今回これ僕のリハビリがてらご紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのはペイペイフリマでお安く買った iPhone 7です。今回ご紹介するこの iPhone 7、なんと発売日は2016年9月16日。いやもうこれ5年前ぐらいのスマホです。となるとどうですかね。これ5年前の Android 機だとしたら、僕は絶対買いません。でもね、iPhone だと買えちゃうんすよ。十分使えると言っても過言ではない。実際 iPhone 7使われてる方も結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、もう中古品なんで、開封動画とか必要ないと思うんですけど、とりあえず開けていきたいと思います。今回購入した iPhone 7。カラバリはシルバー、ブラック、ゴールド、ローズゴールドと4種類。今回僕はブラックを買いました。いやもうパッケージから黒いんすね。はい、容量は 128GB。にしてもブラックのパッケージかっこいいっすよね。はい、それでは行きますよ。せーの、オープン。中身はまず、はい、こういった説明書類。あ、リンゴのステッカーもついてます。あ、残念ながらシムピンはついてませんでした。まあ、このあたり中古なんで仕方ないと思います。そしてこれが本体。いや、もうほんと真っ黒なんすね。はい、僕 iPhone 疎いんで、こんな真っ黒なの初めて見ました。はい、こんな感じ。いや、ほんと真っ黒。なんか iPhone っぽくないですよね。もちろん中古品なんで多少のスレはありますけど、いやでもまだ結構綺麗な方かもしれません。まあなんせ1万円だったんで、物としては十分だと思います。はい、こんな感じ。で、あと、充電器と、イヤポッツ。あ、そうか。iPhone 7はイヤホンジャックがないんで、ライトニング端子のものですよね。で、ライトニングケーブル。全部未使用品がついてました。はい、それでは、電源入れてみます。いきますよ。せーの。はい、電源入りました。ちょっと軽く設定済ませます。はい、設定終わりました。いや、この感覚久しぶり。僕は前に最終 iPhone SE 第2世代を使ってたことがあるんで、いや、もうなんか懐かしい感じすらします。はい、そう、ほとんどこの形。今となっては iPhone SE 第2世代、それに引き継がれてるんで、逆にもちろん目新しさはないですけど、そんなに古さも感じませんよね。まあ、とにかく iPhone は美しいんで、いやほんと見た目やさあった感じ。5年前のスマホとはとても思えません。ただちょっとやっぱり画面は小さいんで、文字を太くして、テキストサイズもちょっと上げておきます。でもね、やっぱりこのディスプレイ、レティーナ HD、いや今見ても十分綺麗だし、この 4.7 インチっていうサイズ感、片手にすっぽり収まる感じ、いやこれ結構しっくりきますよね。画面解像度は 326ppi、本当に美しいです。でこれ背面にこそ、ちょっとスレはあったものの、画面がめっちゃ綺麗なんで、十分満足しました。で、サイズは高さ 138.3 ミリ、幅が 67.1 ミリ、厚みは 7.1 ミリとかなり薄くて、重さが 138g。いやもうほんと軽さは正義です。めちゃめちゃ軽いです。プロセッサは A10 Fusion。今現在最新は A14 Bionic なんで、
いやもうかなり古いと言えるんですけど、ほんと通常動作はもう全然サクサク動きます。でストレージは 32GB と 128GB があるんですけど、今回僕が買ったのは 128GB、 発売当時は 83,800円でした。それが今回たったの1万円で買えました。で今現在となっては1万円前後で買えるものが多いと思うんですけど、今回これ付属品があったのと、実は結構新しいんですよ。詳しくは端折るんですけど、この iPhone7、圏外病っていう、ちょっと残念な体質を持ってます。全部が全部なるわけじゃないみたいなんですけど、普通に SIM を挿して通信してる時に、急に圏外になって繋がらなくなるっていう、そういう不具合が起こる機種なんですね。で、Apple さんではそれが起こった時に、結構しっかり対応されていて、交換対応プログラムが出てました。で今回これを販売されていたユーザーさん、その圏外病に当たったみたいで、実はこれ交換してから約1年ちょっと、まだ使用の浅い端末でした。ただネット上で噂を見てみると、この圏外病交換した iPhone7 でもなる時があるらしいんで、いやもうこのあたりを考えると、今から iPhone7 を買うのはあまり得策ではないのかもしれません。なんで中古品を買うとしても iPhone8 あたりから狙った方がいいかも。僕は今回ある意味おもちゃとして買ったんで、これで十分満足してますけど、このあたりちょっと iPhone7 気になってる方は圏外病で検索してみてください。とはいえこの iPhone7、防水性能も IP67 しっかりついてるし、何よりもこれ、あ、やっぱり指紋センサーついてるの強いですよね。フェイス ID は搭載してないんですけど、どっちがいいかというと、やっぱり僕は指紋の方がいいと思ってます。はい、それではとりあえず、せっかく画面が綺麗なんで、保護ガラスとケースつけていきます。で、今回購入したのは、全部100円ショップです。はい、行きますよ。せーの、じゃん。いや、100円ショップで安かったのをいいことに、こんなに必要ないのに、なんか目についたやつ全部買ってきました。これがダイソーで買ったソフトケース、同じ種類のハードケース、そして別の種類のハードケース、これもダイソーさんです。そしてこれ、これも柔らかいタイプで、キャンドゥさんで買いました。ってことで、ケースは4種類も買っちゃいました。とはいえこれ4つで440円。いや、めっちゃ安いでしょ？で、さらにガラスは、これもたくさんあったんですけど、とりあえず2種類買ってきました。ダイソーの日本ガラス製。はい、衝撃に強いって書いている。ラウンドエッジ加工のブルーライトカットモデル。はい、これも100円っすよ。で、これ。はい、これは、200円なんですけど、銀イオン配合で雑菌の増殖を抑えるって書いてます。はい、これ良くないっすか？ってことで、今回はこれと、ケースは、とりあえずこれ、このソフトケースつけてみます。はい、これ買ったんですけど、とりあえずしまっておきます。はい、どうでしょうか。ガラスはこんな感じ。黒縁がついてるんで、端浮きは全然目立ちません。あ、いや、このガラスいいかもしれませんね。ただこのケース、はい、せっかくドット加工してあるのに、結構にじみ出ちゃってますね。はい、ちょっと変えてみます。次にこれ、ハードケースつけてみます。はい、これ、にじみはないんですけど、はい、もともと背面にめちゃめちゃ傷がいってます。あ、いや、これわかるかな？ちょっと爪でこすっただけで、はい、こんなに傷がいっちゃいました。これもちょっとダメですね。残るは2つ。いや、これ大丈夫かな。このダイソーさんのソフトケースいきます。あ、すいません。これハードケースでした。ダイソーさんのハードケース。これもめっちゃ汚いですね。うわ、ハードケースダメなのかな。ちょっと拭いても取れないんで。4つ買ったのにこれ最後。このソフトケースいきます。はい、このケースもちょっと汚かったんで洗ってきました。ただこれに関しては、はい、どうですかね。にじみもなくて、サイズ感もバッチリ。これが一番良かったです。っていうか、他の3つ。これはもう使えない。いや、思ったよりレベル低かったですね。正直昔 iPhone SE 第一世代、あれの時に買ったケースって、概ねダイソー商品で大丈夫だったんですよ。いや、なんで今回ちょっと残念ながら、4つ買ったケースのうち、ハードケース2つは、もう結構擦り傷だらけで、付けた途端汚かったし、
このソフトケース、これに関してはドット加工してあるのににじみが出ました。はい、ちょっと100円とはいえ残念でした。ただしこれ、このケースはいい感じなんで、初めからこれに当たってれば、ガラスが200円、ケースが100円、たった300円でガチリガードできることになります。はい、このあたり iPhone の場合、100円ショップありがたいんですけど、ちょっと注意も必要です。よかったらご参考になさってください。それでは最後に、アンツツベンチマークテスト。今更ですけどちょっと気になるんでやってみます。どれぐらいの数字だったのか。はい、もう約5年前のスマホ。iPhone7128GB。そのアンツツベンチマークの結果は、ドン、231,484となりました。はい、こんな感じ。いや、もちろん、Android と単純に比較はできないですけど、いや、5年前からこんな数字出してたんですね。いや、やっぱり iPhone すごい。ってことでこれから、とりあえずこの iPhone7 は手元に置いておきたいと思います。で、実はこの前から、僕のスマホ結構爆発的に増えちゃったんで、今皆さんにご紹介済みなのは、Redmi Note 9T と、Redmi 9T、そして楽天ハンド。今はこの3台だけ残して、LG Style 3と、大好きだったオポリの絵、この2台は嫁がせました。そこに増えた iPhone7 と、もう1台実は楽天ミニも来てるんですよ。で、さらに近々また3台、購入予定のスマホもあるんで、少なくともこれから1ヶ月以内には、結構スマホのご紹介もあるかと思います。なんでそのあたり、近々購入予定のスマホ情報、説明欄に書いておきますんでよかったらチェックしてみてください。ということで本当今更、iPhone7 買ってみたんで、今回ご紹介してみました。今後は最低でも1台、iOS 端末を置いておきたいと思います。なんでもしこれがちょっと使い勝手悪くなってきたり、iPhone8 以降のものが結構安く手に入りそうなら、チェンジしていくかもしれませんけど、とにかく1台だけ iOS 端末、僕の手元に置いておきたいと思います。で、さっきもお話しした通り、この後手元に届く予定のスマホが結構あります。そっちは楽天ミニ以外は、比較的新しいスマホなんで、よかったら楽しみになさってください。はい、で今試しに、ロケットモバイルの SIM 挿してみたんですけど、ホームページにある説明書通りで、プロファイルをインストールすると、ちゃんと通信できるようになりました。はい、紙プランなんで、ちょっと遅いのは遅いんですけど、これでとりあえずネットには繋がってます。はい、これも一応、説明欄にリンク貼っておきますんで、よかったらチェックしてみてください。ということで、はい、今日台本なしで撮ったんで、お話がバラバラになってたらすいません。中古の iPhone7 を買ってみたんで、100円ショップでガチリガードして、使い始めましたっていう動画でした。また何か気になることが出てきたら、もしかしたら動画にするかもしれません。よかったらお付き合いください。そんなこんなのカジマクチャンネル、お済みでない方はぜひチャンネル登録お願いします。コメント評価もいただけると嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。